相鉄 JR 直通線大和行きが消滅しました。相模鉄道は、今日12日をもって、JR 直通線方面からの大和行きの運転を終了します。相鉄 JR 直通線は、2019年11月30日に開業しました。相模鉄道の都心直通プロジェクトとして、相鉄線と東京都心を直通する運転系統です。羽沢横浜国大駅を介して、相模鉄道と JR 東日本埼京線が相互直通運転を行っています。運行区間は、基本的に新宿から海老名間で、朝の一部時間帯は新宿以北にも乗り入れており、最長で川越線川越駅まで乗り入れます。大和行きは、土休日ダイヤに一本のみが設定されています。新宿駅を7時25分に発車する運用で、相鉄12000系によって運転されています。相模鉄道では、東急線との相互直通運転開始などのダイヤ改正を、今月18日に実施します。このダイヤ改正により、現在の新宿駅発大和行きは、海老名行きに変更されることとなりました。このため、ダイヤ改正前最後の土休日ダイヤとなる今日12日で運行を終えました。これで、3月12日の KAB ニュースを終わります。